鋼の錬金術師ドリームカーニバル。はあ、シナリオモードだな。いろいろなキャラクターのストーリーが楽しめるんだ。ここではいろいろなストーリーが楽しめるの。プレイするシナリオを選択してね。これでいい？わかったわ。それじゃあ頑張ってね。少佐、聞いたぞ。エドワード・エロリック今度の大会の出場を拒否しているらしいな。だってな、アル。うん、軍が開く武術大会なんかに出て見せ物になる気はねえよ。俺たちそもそも大総統に何か恵んでもらう気なんかないしな。だよね。いかん、いかんぞ。エドワード・エロリック、健全な心は健全な身体に宿る。心身を鍛えてライバルたちと競い合い、高め合ってさらなる高みを目指す。それがひいては正しく強い心を持つ人間へと進む道なのだ。ええ、よそでやってくれよ。何を言う。そもそも何事にも負けない強い心と強い体を欲したのはお主自身であろう。そりゃそうだけどさもうジタバタしても無駄であるぞ。我が輩すでにエドワード・エロリックと出場すると登録し、大総統のサインをいただいておる。何？なんでオッサンドなんだよ。ワルドじゃないのかよ。もう遅い。観念して我が輩と崇高なる目的のために力を合わせて戦うのだ。ああ、兄さんが少佐と出場するなら僕は先生と出ようかな。ウィンリーも出たいって言ってたな。オール来たね。俺はそちらへ。大体崇高な目的ってなんだよ。少佐も何か願いがあんのか。よくぞ聞いてくれた。我がアームストロング家に伝わる美しき完璧な肉体改造法を広く世に知らしめるため、まずは軍の訓練メニューに取り入れていただくのだ。エドワード・エルリックもきっと背も伸び、素晴らしき肉体を手に入れることができるぞ。うわー、嫌だ嫌だ、絶対嫌だ。いくら背が伸びても無敵マッスル超人になるのは嫌だ。もう遅いと言ってるであろう。兄さん頑張ってね。うわー、覚えてろ。あれ裏切り者だ。助けて。お前とこうやってチームを組むのも久しぶりだな。なあマス、軍に入ったばかりの時は二人でいろいろやったな。公私関係なくな。公私関係ないのはお前だけだ。いさかいなく女に声かけやがって。そりゃお互い様だろ。それにグレイシアの後はかけてない。ああ、お前のそういうとこは尊敬するよ。お前は変わったな、あの事件以来ずいぶん。しかし変わらぬ二人の友情、我が輩羨ましいですぞ。あ、アームストロング少佐、いつの間に。キュピーン。ああ、ついに来ちまったよ。勝ちたくないな。壊して作る、これすなわち大宇宙の法則なり。
俺に勝てたら娘の写真を見せてやる。レディーファイト。では我が輩に傷一つつけることもできるぞ。これが格の違いってやつだ。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。ああ、勝っちまった。俺としたことがまずったぜ。いかんぞ。何が？この丸い腹、プニプニした頬、脂肪は美しくないばかりか健康にも良くない。さあ、我が輩と一緒に今すぐ体を鍛え直すのだ。鍛える？うん。鍛えて引き締まれば、今より強く美しくなれよ。それに何よりトレーニング後の食事はまた格別である。食べるの美味しくなる？やる！鍛える！引き締まったグラトニー。キモ！やめときなさい。グラトニーは今が一番よ。壊して作るね。これすなわち大宇宙の法則なり。遊んでくれるの？レディーファイト。まだまだ鍛錬が足りん。これが格の違いってやつだ。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。また勝っちまった。仕方がないわね。何か食べて帰りましょう。食べる。まさかこんなとこで会うとはね。エドワード・エルリックか。国家錬金術師が相手とあらば容赦はしない。おいおい、優勝しなきゃ意味ねえんだ。反則負けはごめんだぜ。
お主の相手はワンハイだ。なんだ。我がアームストロング家に代々伝わりし、芸術的錬金法を受けるがいい。おいおい、どいつもこいつもやる気満々じゃねえか。どうなっても知らねえぞ。壊して作る、これすなわち大宇宙の法則なり。俺に傷一つつけることはできねえ。レディーファイつけることもできる。ざっとこんなところかな。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。ああ、勝っちまった。まいったな、油断しちまった。注意にウィンリ、このチームで何の願いを叶える気なんだ。ひみつねえリザさん。あんたの方こそデコボココンビで何やらかすつもりよ。ボコとか言うな。我が輩たちは美しき完璧な肉体改造法を世に広めるため戦っているのである。たちって言うな。へえ、あんたマッチョに憧れてたんだ。違う。若いうちに筋肉つけると背が伸びないわよ。うわあ、切れた。我が剣に砕けぬものなし。よろしく。レディーファイ。では我が輩に傷一つつけることもできるぞ。ざっとこんなところかな。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。また勝っちまった。仕方ないわね。悔しい。ある。よくも裏切ったな。違うよ兄さん、助けに
マッチョにならなくて済むよ。そうか、だから最強の先生連れてきたんだな。あ、当たり前じゃないか。僕はいつだって兄さんの味方だよ。断っておくが、開けた方は地獄の特訓やり直しだからな。大丈夫だよ、兄さんがマッチョにならなくて済むように頑張るから。どっちも嫌だ、うん、お互いに競い高め合う兄弟がライバルというのもいいものだな。我が剣に砕けぬものなし。本気で来な。レディー、はい。まだまだ鍛錬が足りん。これが格の違いってやつだ。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。ああ、勝っちまった。大したもんだね。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。我が剣に砕けぬものなし。遠慮はいらんぞ。レディー、ファイト。我が輩に傷一つつけることもできるぞ。ざっとこんなところかな。我が完璧な肉体に敗北の二文字はないのである。ああ、勝っちまった。見事だ。次回もお楽しみに。